ね、うん、だからもうずっとここに置いて、なんかうちね、でも愛がちっちゃかった時にテレビを1台買わなあかんかったんですよ、はい、でその時に何を選んだか言ったら、画面をこうやってこう売り場行ってこうやって押してみて、丈夫なやつ、そうそうそう、丈夫なやつ出ないと、あのパーってやってガンガンって叩くんで、ほんならガンってやった瞬間にそこ黒になるでしょ、もう映れへんんだ、そうあかんので、そればっかりこうやってこうたんがパナソニックになるからやったかな。だからいろいろね、その家によってそれはあると思いますよ。有機のもの薄いのね、かっこいいですよ、そこにペラーテってつけたらね。ところが子供がね、なんかガンって投げてポンってやった瞬間にベキーがもう10万20万こうでしょ、修理多分できんと思います。できる。あれ割れたらもう終わりです。その辺が難しい。だからそれを選択したらですね、あの壁をかけるじゃなくて、この台があるんですよね。今は、うん、あの震度7で耐えるあの台。でも本当に薄いんですよ。こうなんか壁にかけてるみたいな感じで、奥からちょっとあの高さもね、ここじゃなくて。